今日これが俺たち二人のパーセプションアートだよな。本当に嫌いなんだよこいつのこと。あの日からずっとうちの子でずっと一緒に育ってきた。僕にとっちゃ弟みたいなもんなんだよね。どんだけ頑張ってきたか。それはいいけど僕ちょっと心配してる。滝瀬先輩、俺はお前の本当のポテンシャルを理解してる唯一の人間だ。灰島伊織とでないと意味がない。こう前のハムファタールは相変わらずお前のこと嫌いみたいな。てめえらグレーダーより上に決まってんだろ。寝ろとは寝ていえ。ただし寝るのは締め切り通りに作品を上げてからの話だ。つまり俺自身がパーセプションアート。グレーダーってのはアーティストにマウントを取りたがる生き物。ほらお行儀悪いって。芸術は欲望だ、ね、グレーダーとアーティスト力を合わせて素晴らしい作品を世に生み出してくれることを切に祈る。そして俺は、俺たちは新しい景色を描き始める。輝いてそう間違ってまた乗り越えて、もう何度も重ねてきたんだ。見せたくないこと隠すように、聞いてほしいこと目立つように、混ざり合って分かんなくなっちゃって、きっといっぱい泣いてきたでしょう。消したい色も揃ってきたでしょう。君が君を愛せるように、気が向いたら頼ってほしいな。なんで？俺がアーティストで、お前はグレーダーだから。そうじゃない。